皆さんこんにちは、みのりんです。私、スクイーズを長年集めてきた結果、めちゃくちゃ増えてきました。というわけで、今日はね、ちょっとリメイクをしていこうかなと思います。卒業シーズンが過ぎまして、あ、卒業した皆様おめでとうございます。また今度はね、入学シーズンとか始まるじゃないですか。ので、今まで集めてきたスクイーズをちょっと断捨離しつつ、文房具にリメイクをね、していこうかなと思います。サムネとタイトルを見てくださった皆様、みんなで最近ちょっと破壊行動多くね。いやもちろんいつものようにただ破壊するのではなくて、リメイクをしていこうかなと思います。ちょっとでも面白いなとか参考になるなって、まあちょっとでもね思ってもらえたら嬉しいので、早速始めてみましょう。はい、というわけでね、まずは私が今回リメイクするスクイーズを紹介していきます。いろいろとねスクイーズを漁りまして、リメイクできそうなものを集めてみました。はい、今回集めてみたスクイーズなんですけど、一つ目はこちらのロールケーキ。超絶品ロールケーキ、生クリームの香り。こちらね、なんと間違えて2個購入してしまったので、一つを切ってリメイクしちゃおうかなと思います。続きまして、こちらのロールケーキです。バニーズカフェさんのロールケーキですね。これもね、全部で4、5個持っているので、ちょっとリメイクさせてもらおうかなと思います。他にちょっとリメイクできそうなものですが、パンのスクイーズ、これモーリーファンタジーさんでゲットしたものですね。いや、ハローキティのスクイーズ、小さいものの方が文房具とかにリメイクしやすいかなと思います。これが全部で3つ。あとはコーンのアイスクリームのスクイーズ、まあ、全部使うかわからないんですけどね。マカロンのスクイーズや、ミニチュアピーチのスクイーズ、ひよこちゃんのスクイーズ、にょーん、めっちゃ伸びる、気持ちいいやつ、たこ焼きに、ミニチュア牛乳浸しパンなど、個人的にリメイクしやすそうなものをちょっと集めてみました。全部使うかはちょっとまだ分かっていないんですけど、まあ、こういったものがございます。これらを使って、こちらのね、無印良品のペンケースとかノートブック、修正テープとかとかに変身できないかなと思っています。と言いましても、完璧に決めているわけじゃなくて、ちょっと手探り状態ですね。あとね、こういった形のペンケースもございます。ではまずはね、ペンケースを作りたいと思います。ペンケースはちょっとだけ考えています。おー、めっちゃいい香り、超バニラなんですけど、気持ちいい。まあでもね、これ2個持ってるんでね、1つリメイクしちゃいましょう。ペンケースに付けられるんじゃないかなと思っています。ただね、長さは十分なんですけど、横が入んないんじゃないかな。本当はね、こう全部くり抜いて中に入れられたらなと思うんですけど、隠れるほどは難しいかもしれない。ちなみにこのために新しいハサミ買いました。めっちゃいい切れ味になると思う。もう音がね、あ、これは切れますって音してる。どうしようかな。ここちょうどね、ここに線があるんですよ。なので、この線に沿って切って、ペタってね、貼っつけたら可愛いスクイーズになると思う。あ、ちょっとギュッてやっちゃったけど、また膨らむのを待ってから、ハサミで切ようかな。あ、でもね、これはね、カッターの方がいい気がします。ここの線に沿ってカッターで切ります。いきます。3、2、1。あ、柔らか。弾力ある。お、どうだ。あ、結構綺麗に切れてますよ、ほら。柔らかいよ。じゃあこっちもちょうどいいところに線があるから分かりやすい。あ、お、こっち側とこっち側切ったから、こうやって綺麗に半分に破れます。めっちゃ簡単に切れる、快感。あー、めっちゃ綺麗にできましたね。よかった。ここの真ん中のところはね、ハサミで切ろうかなと思ったんですけど、簡単に手でいけたので、よきよき。まあ、というわけで、イメージはこんな感じですね。中に入れます。というわけで、グルーガン、やっぱりグルーガン一番使いやすいんで、グルーガンを使うときは皆さん気をつけてね。熱いからね、柔らかくなるのを待ちます。あとね、この形の上にね、いちごを置いても可愛いかなと思っています。これ昔私が作ったいちごですね。超昔に作った、いつだろう、2年前、1年前、まだ持ってたんですけど、こうやってね、上にポンと置いても可愛い。可愛いけど、これちょっと大きいかな。もしくはじゃじゃん、こんな感じ。あ、大きさは絶対こっちのがいい。これも私が昔作ったいちごです。昔の私が頑張ったんです。おー、
ほら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 、直接こっちにつけようかな。で、素早く乗せると、はい、よし、いい感じにくっつきました。すごい低反発だから、ちょっと触るとすぐにへこんじゃう。いいスクイーズです。で、ここに乗り付けて、ここはね、失敗しないようにね、真ん中に、こんな感じ。美味しそう。ロールケーキいちごスクイーズの筆箱の完成。こうやってね、ちゃんと開けられますし、授業中こうやってモフモフできますし、良いんじゃないでしょうか。じゃあこれが一つ目です。完成。続きましてはこちらです。キャンパスと、お、すごい、これ携帯に入れることができるノートなんですね。画期的です。こちらの2種類のノートを用意しました。で、これはというと、じゃーん、この食パンのね、スクイーズをつけることができるんじゃないかなと思っています。あ、大きさ的にはね、こっちの方が幅がぴったりですね。ぴったりぴったり。あー、でもね、モンスターズインクって言うとピンクの方が合うと思う。じゃ、こっちがモンスターズインクで、トイストーリーはこっち。まあ、これをね、切らずにそのままペタッと貼っちゃった方が可愛いと思うので、もう直接グルーガンいっちゃいます。たっぷりと糊をつけましてと、こうやってね、ノートをね、吊るすこともできるようになっちゃいます。画期的です。こっちもくっつけちゃいましょう。そういえばトイストーリー4が出ますよね。もうそれが待ちきれない。よいしょ、ちゃんと開くかね、調べないと。開かなくなったらノートじゃないですからね。はい、めっちゃ簡単でしたけど、こうやってノート型のスクイーズ完成です。こちら、これ開けちゃいましょう。このスクイーズはね、めちゃくちゃ安かったです。数百円くらいですかね。こちらのスクイーズなんですけど、ここふにふにしてそうなんですけど、空洞なんですよね。なので、これ開けるんじゃないかなと思ってます。じゃじゃん、修正テープ中に入るんじゃないかなと思っております。じゃ、まずはこっちから。というわけで、ここちょっと糊でくっついちゃってるのを、手で軽くこうやって引っ張ってあげるか、切っちゃいましょう。あ、でも手でいけますね、結構。あ、ここちょっと切ります。なんか空洞なんですよ。で、これを入れて、あー、微妙。いや、いけるいけるいける。もっとね、奥に入れればいいんですよ。ちょっと引っ張りつつ、入った入った入った。ちょっとここだけ残しておけば、蓋とかもつけられますし、糊でくっつけちゃいます。よいしょっと。数十秒止めておけば、1、2、3、いい感じに止まったんじゃないでしょうか。あとは、こういう風に、ビーってできるし、締めることもできます。ちょっと形がね、いびつになっちゃいましたけど、めちゃくちゃ簡単に安くできちゃうので、おすすめです。こうやってバッグにもつけられるので、修正液が超必要ってなった時に、これ使っていいよってできますよ。修正液ね、いつ必要になるかわからないですからね。続きまして、次のペンケース。無印良品のペンケースです。これ取っちゃいましょう。あ、気持ちいい。ここら辺のものを使いつつ、可愛い筆箱にできるんじゃないかなと。これだけでもすごく可愛いですけど。っていうかね、たこ焼きこうやってね、6個置いてたら絶対可愛かった。ほら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 。こんな感じでね、6個たこ焼きがあったら絶対可愛かった。ちょっと今回ね、たこ焼き1つしかないので。まあ、これも超シンプルなペンケースになると思います。やっぱシンプルイズベストっていう時もありますからね。今回なるべく多くのスクイーズを使いたいなと思っているので、こちら切っちゃいます。どこを使うかというと、ここ、この断面のところですね。ここを、これぐらい、1センチぐらいで切っちゃいます。いきますよ。こんな感じ。あ、かわいい。いいね、いいね。このチェーンがついてるところ引っ張ります。このハートのマカロンを半分に切ります。あ、手でこうちぎれちゃいますね。無理して切る必要ないです。取れた。見て見て、なんかね、浮き輪みたい。今日はビーチに来てるんだ。でも僕お腹が大きいからこの浮き輪使えないかもしれない。足が入ったよ。浮き輪使えるね。そうですね、ちょっとこれは厳しいかな。いい感じかもしれないです。のでこれでね、くっつけちゃいましょう。はい、っていうわけで筆箱完成。最後にちょっとしたいことがあったんです。はい、こちらのスクイーズ、これもね、実は私2、3個被っています。めちゃくちゃいいスクイーズなんですよ。で、これ思ったんですけど、めっちゃポーチにできそうな形だなと思ってまして、ちょっとポーチにリメイクしちゃおうかなと思います。やり方はすごく簡単で、ここに真ん中に
この真ん中のところに穴を開けてジッパーをつけて留めようかなと思っています。じゃあまずは穴開けの作業です。いきますよ。弾力がすごいから、切るとね、香りがめちゃくちゃふわっとする。横のところからちぎれてっちゃうと思うので、これぐらいがちょうどいいかな。フェイクレーザーとこちらのジッパーも100均で購入してきました。こう見えてしまった方が可愛いかもしれないですね。中に入れるかちょっと迷ったんですけど、こうやって空洞を作りたいので手でちぎっちゃった方が早いかも。やりすぎて穴ができちゃったりするの注意ですけど、中のところ結構取り出しました。新感覚、これもこれでめっちゃ気持ちいい。泥団子適当に入りそうな大きさに切っております。で入れるでしょ。生地も入れてあげるともっとしっかりしたポーチになるんじゃないかなと思っています。あ、でも生地入れなくてもいいかもしれないです。見た目がねちょっと汚いので、生地があったらカバーできるかなと思ったんですけど、なるべくだったらハサミで綺麗にしちゃいます。中見ますとだいぶねさっきよりは綺麗になりました。もちろんね完璧に綺麗にするの難しいんですけど、変じゃないぐらいに切りましたし、結構ね厚みも残しておきましたので、意外としっかりしています。こうやってね上からつけちゃいます。まずは一番端っこの方にたっぷりとつけて、ビーッと糊をくっつけまして、そーっとつけていきます。よし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 、容器でスクイーズのポーチ完成です。本当こういった布とかね入れてもっと固くしようかなと思ったんですけど、うまくいかなかったので、で確かにねこのままだけですとハサミとかを入れてしまうと貫通してしまう危険性があるかなと思いますが、まあ、意外としっかりしているのでリップとか入れてあげると意外と本当に容量入ります。めっちゃいい感じ。他にはね生理用品入れたりとか、まあ、尖ってないものですね入れたら普通に使えるポーチとなるんじゃないかなと思います。こんな感じでスクイーズを文房具にリメイクしてみました。どれも本当に実際使いますし、これとかねすごい実用的です。ニフニフニってして遊べますし、個人的にはどれも結構満足して作ることができました。はい、というわけで完成しました。皆さんいかがでしょうか。どれもねすごく簡単にできちゃいますし、私はねかぶって持ってしまったスクイーズを断捨離っていう意味も込めながらリメイクしてみましたが、皆さんもぜひぜひやってみてください。あとちょっとしたお知らせなんですけど、私今年のユーフェスに出ることになりました。まだ大きくいろいろと詳細は決まってないんですけど、ぜひぜひねユーフェスの情報をチェックしていただければと思います。また詳細が決まり次第ご報告させていただきます。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。